この映画は映画ファンのための映画です。リフキンズフェスティバル、ウーディ・アレンの最新作です。2020年に作られましたが、今年アメリカの一部の劇場で公開されたので、そのうち日本にも来るでしょう。この映画は映画ファンのための映画です。以前ミッドナイト・イン・パリという映画がありましたけれども、あれは1920年代のパリへのウーディ・アレンのノスタルジー愛でした。あれにはヘミングウェイ、フィッツジェラルド、ピカソ、ダリなど出てきました。このリフキンズフェスティバルにはベルイマンやフェリーニやゴダールなどなどなどの監督の映画の名場面が出てきます。もちろんパロディ化した名場面です。アメリカ人の夫婦がスペインのサン・セバスチャン映画祭に行きます。奥さんのお仕事です。奥さんは若い映画監督の広報係です。リフキンは映画祭での政治的な傾向には批判的です。政治的なテーマより哲学的なテーマ、生や死のようなテーマがより高尚と思っています。リフキンは大学を辞めて小説を書こうとしています。ドストエフスキー並みの深い小説を書きたいという野望を持っています。しかし進んでいません。そして奥さんと若い映画監督ができているのではないかと疑います。自分も若い女優さんに恋をします。映画の有名なシーンがいっぱい出てきます。リフキンが夢見たり白昼夢を見たりするんですね。その有名なシーンをリフキンと奥さんとその映画監督が演じたりします。もちろんコメディにしています。パロディです。オーソン・ウェルス、フェリーニ、ゴダール、トリフォー、ルルーシュ、ベルイマンが2回、ブルニエルが出てきます。皆さんはいくつお分かりになるでしょうか。日本の忠臣蔵も話に出てきて笑ってしまいました。この映画のアイディアは面白いですが、いつもと同じウーディ・アレンのフォーミュラがあります。三角関係、四角関係です。そしていつもと同じ人生問答があります。人生の目的とは、人生の意味とは何か。そしていつも同じ結論があります。マンハッタン以来変わっていません。パロディ第7の封印の死神が言います。人生に意味などないが、空っぽにする必要もない。ウーディ・アレンは相変わらず1、2年おきに映画を撮り続けています。今はパリで映画を撮っています。まあウーディ・アレンにとって映画を作るのが生きる意味なのでしょう。クリント・イーストウッドもそうですよね。彼らは軽く撮って面白い、彼ら独特の作風があります。とても面白いです。まあこういう高齢の監督が多産で映画を作り続けているというのは映画史上初めてでないでしょうか。映画を ABC で評価します。評価の基準は下をご覧ください。リフキンズフェスティバル、ウーディ・アレンはいつも同じですが、いつも新しいことをします。そして面白さを保証されています。もう名人芸です。この映画はウーディ・アレンのお好きな監督たちへのノスタルジー愛です。リフキンズフェスティバル、私の評価は B+ です。ツイッターの方でレビューしてない新作や日本公開前の新作、また私の見ている映画、そしてスイスでのブログみたいなこともしています。そちらもご覧になってください。